はい、どうもふみです。さあ今回はね、前回の多分1個前の動画にね喋っていると思うんですが、最近ね丸山クラスさん、札幌市にある丸山っていうところにあるね、丸山クラスさんでイベントを行って、そのねイベントのチラシがね地下鉄にあるということで、ちょっとね見ていきたいと思います。まあね、僕も札幌に住んで26年間になりますけども、やっぱ自分がね地下鉄の広告にいるって、こらもうね感慨深いもんでして、もう多分ねこの先もあるかもねわからないので、もうせっかくならねこの目で確かめてね写真を撮って帰っていきたいと思います。まあもうねイベント自体はもう終わっているんですがね、丸山クラスさんのキャンペーンがね3月の31までやっていると思うから、多分ねまだ広告残っていると思いますので、それをね見ていきたいと思います。まあそのついでにどっかね駅で降りて、まあ少しね散策した後にカフェでね作業なんかできたらいいなって思ってます。それでは行ってきます。はい、大通り西18丁目駅におりました。あっち側ね、西の方ですね、丸山とかのある方 でこっちが大通りの方かな。まあね、本来の目的である、地下鉄のね広告は見ることができましたので、まあ、とりあえずね大通りの方に向かいながら、なんかねお店があったら入りたいなって思います。天気よ、もうなんか五光がすごい差しておりますが、すごいね、大通りからちょっと西に来ただけなんだけど、まあさすがねめちゃめちゃ大きな建物が、この目の前は多分学校かな。そうですね、料理ができるような、ね、男になりたいけど、僕ね一人暮らししてかれこれ、1年数ヶ月経ちますけど、まだ一度もねご飯を炊いたことがないです終わってるぜ、マジで終わってるよな。もう料理男子とかも無縁すぎるわ。現在ね札幌ね8度ぐらいかな、7度とか、まだね10度にはいかないんですが、太陽がね出ているせいかすごいあったかいですね。五光が、今日はちょっと五光が眩しい日ですね。はい、こちらねパッと見公園に見えるんですが、こちらなんと大通公園のね一番端にある、札幌市資料館っていうね文化財の、裏です。めっちゃ雪あるね。はい、こっから裏から入れるのかな、ちょっと裏から入ったことはないのでわかんないんだけど、足跡がありますね。こっちからはあんま行かないかな。いや天気いいな、マジで雲一つないとはこういうことでしょうか。こっちに行くとねもう本当に皆様馴染みのあるね大通公園の風景が見えてくるんですが、ちょっとこっち側歩いていきましょうか。どっかね西18丁目付近のお店にね入ろうと思ったんだけど、もう近いね、あっちゅう間、あっちゅう間に大通公園に着いちゃうんだけど、まあここね勘違い、されやすいのが、大通公園広すぎてね端っこから端っこまでね歩いたら30分ぐらいかかるっていうね。はい、こちらね札幌市資料館です。札幌市のね昔からの、文化財がねたくさんあったり、中にはね裁判所、昔の裁判所がねあったり、実際にここで裁判行われていたのかな、ちょっとねそこまではわからないんだけど、まあ、そんなね本当に札幌市の昔からのね記録を見ることができます。はい、すごいね歴史的な建物です、札幌市資料館。これ目の前から見たら本当にねおしゃれよね。逆光で見えてるかわかんないけど本当に洋風な建物です。いつかね中入ってみたいね。あ、入館料無料なんだ。
はい。入館料無料、休館日月曜日。まあぶっちゃけね、ぶっちゃけるとちょっとね、こういうなんか文化財とかってね、撮影云々がね、割と、シビアですので、まあ、グレーゾーンはね、基本的に、行かないようにしております。はい、まあせっかくなんでね、大通公園の中通っていきましょうか。まあ、ここはね、まあ、雪がね、今たくさんありますが、これが溶けるとね、もうめちゃめちゃお花がね、もう綺麗で、今年の夏ね、ぜひ来たいなって思います。はい、奥の方にはね、テレビ塔がもうすでに見えておりますが、まあせっかくね、丸山の方に行ったから、まあね、丸山クラスさんのご縁もありましたから、丸山のね、カフェでも行こうかなって思ったんだけど、もう最近あまりにもね、札幌で丸山にね、行き過ぎていて、僕がね、丸山に住んでいるって思われちゃうかもしれないので、いろいろ大変ですから、ちょっとね、一旦、丸山編はね、お休みして行きたいと思います。はい、なんかね、庭園みたいな感じはね、あんなおしゃれなシーサー像があったり、これ僕んちの庭置きたいな。あ、いっぱいあるし、なんか、一つもらおうかしら。なんかちょっとこっち側行ってみるか。こっち側行って、カフェ探しに行こう。ここら辺ね、高層マンションとかね、まあ、いわゆるタワーマンが多いけど、昔ね、ファイターズの監督のね、新庄監督が、大通りか札幌のね、近郊のマンションの最上階にね、住んでいるっていう噂がね、ありましたね。果たして現在はどうなのかわかんないけど。あ、すごい、なんか上にヘリコプターが飛んでる。何やってるんだろう。なんか、あった。さあ、どっかでお店に入りたいなと思って、かれこれ4年ぐらい経ちますが、どこに入りましょうか。さっきね、なんか地下に、西11丁目の地下にあったね、カフェに入ろうと思ったらね、誰もいなくて、店員さんの方が多くてね、ちょっと、おじけづきました。さて、美味しいオニヤンマっていうカフェに行ってきました。すごいね、おしゃれなカフェで、たまにはね、まあ、僕の第二の実家であるね、スターバックスコーヒー以外にね、違うカフェに行くのもいいですね。はい、雪だるま、もうね、見れることもだいぶ少なくなってきた雪だるま、果たしてあとどれくらいあるんでしょうか。言うて前回ここ歩いたの、大通公園歩いたの1週間前ぐらいですけど、もう全然景色がね、違いますね。なんかもう最近は最高気温がね、7度とか行くんですけども、なんか1日に3センチくらいね、溶けるみたいですね、この季節は。だからもうこういうね、人が歩くところには全然雪がなくて、もうこうやってね、真ん中の方に、てかなんか塊があるのは何なんだろうね、雪がはっきられてんのかな、そんな感じがね、するね。もうこう見るとすごいね、この黒い雪、これ全部砂利だね、砂利のせいでこんなに汚い何回言うねんっていう話ですが、これも砂利だ。すごいね。はい、今日は4度。あ、4度しかないんだ。まあ、だんだんね、日も落ちてきて寒いなって感じてきましたけど、やっぱね、日が出てるとなんか気持ちあったかいなって感じがしますね。もっとね、どんどんあったかくなってほしいんだけど、春がね、近づいてきています。いや、天気いいわ、本当に今日は。お散歩日和。